チュース。皆さんこんにちは、親父です。親父はいつもの広島マイナス向けとなっております。で今日はね、2021年の3月16日火曜日です。朝からね、小雨が降ってますよ。ちょっとお天気悪いんでね。で、今、ボボボって音がしたんですよ。ワイパーが鳴くんですよ。このゴムがね、ボボボっと。ボボボっと。ほんと、ちょっとね、耳障りかもしれませんけれどもね、我慢してください。で、今日のテーマはですね、あなたに合ったトラックの仕事を探すには、というテーマでやろうかなと思っております。でですね、特に私のチャンネルはですね、これからトラックの仕事をやってみたい、トラックの仕事ってどんなのと、もうね、本当、初心者のためのチャンネルとなっております。で、ベテランの方もね、数々多く見ていてくださいます。なのでね、私の足りない情報は、ベテランの人がコメントいただきます。いただけるはずです。なのでね、最後まで聞いていただけるとね、なるほどなと思っていただける内容になるんじゃないのかなと思いますので、最後まで見逃さず。で、音声だけでもね、十分分かっていただけると思います。分かっていただけなかったら、ごめんなさいねということで、はい、開き直っております。で、今ですね、コロナのね、この、本当影響でね、雇い止めとか、なんかね、長年勤めていた会社が、本当倒産して、もう働くとこがないと。で、そういう方がね、トラックの会社に多く入ってくるということもね、聞いたことがあります。ですのでね、本当大変な世の中だろうと思いますけれども、頑張っていきましょう。で、そんな中でですね、あなたに合った職業。で、運送会社に行きたいんだけれども、行って仕事をしたいんだけれども、俺にはどういった仕事をできるのかなと、どこからね、話していきましょう。で、まず第一にですね、本当、これね、一番大事なことです。一番大事なのは、あなたがですよ。あなたがお金がいくら欲しいのか、というとこから入っていきましょうや。ただ単にね、長距離やりたいとかね、なんちゅうんかな、長距離をやりたいとか、ダンプに乗りたいとかね、タンクローリーがいいなとか、で、宅配の仕事がいいなと言ってもね、向いてる不向きがありますからね。はい。なのでね、私はですよ。私自身は宅配はできませんね。はい。もう宅配、まあ、こんなことを言ったらね、宅配の業者をね、どうのこうの、つもりはね、さらさらありませんので、その辺はね、ご了承いただきたい。で、私自身は、なんて言いますか。一発屋の仕事がいいんですね。で、宅配って、あっちに行っておろす、こっちに行っておろす。一日にね、もう、100何件ぐらい回るんじゃないでしょうか。100件は回らないですか。宅配の仕事は。ちょっとね、その辺はよくわかんないですけれどもね。いや、100件ぐらいは回るでしょう。まあ私、宅配、バイトでやったことあるんですけれどもね。それね、3時間で私、10件ぐらいしか回れませんでしたのでね。この私がでもですよ。まあ宅配素人なので。はい。なのでね、私はちょっと、本当一軒一軒回ってね、ピンポンをして、
その荷物を持っていくというのは私はできませんね。なので合う合わないがねあるんですよ。で私自身は大型でまあ4トンでもいいんですよ。4トンでも給料が良ければ荷物をドカッと積んで、であるとこまでね2、3時間かけて走っていって、でそこで荷物をバコッと下ろして、でパッと帰ってくると、そういった荷物がね、まあ私自身は一発屋と言っておるんですけれどもね、そういった仕事がいいといったところです。それはね、まあその一発屋だったら何でもいいんですよ。タンクローリーでも、タンクローリーでもダンプでもいいんですよ。ダンプで泥を積んで、で例えばここ山口県なんですけれどもね、で隣の広島まで行って、その摩擦土をバッと下ろして帰ると、でそれで終わりと。まあ多分ダンプの仕事でそれやってたんじゃ多分ねお金にならないと思うんでね、ダンプでそういったね仕事はほぼないと思います。はい、ダンプもね近い距離でそのマサをね4回しゃくるとか5回しゃくるとかね、なんかそんなことをねやってると思います。5、6回で効かんでしょうね、もっと数が多いでしょうね。なのでね、自分に合うとか合わないとかがあるんですよ。でまずはね、本当自分がいくら欲しいのかと。例えばですよ、給料が手取り30万ないと生活ができないと、もうそういうんであればもうほぼ間違いなく長距離でないとありません。地場でね30万くれるという会社はねそうそうありません。あるかもしれませんよ、それはね。あってもね、人が辞めません、そういう会社は。あってもね、そりゃそうでしょう。そんないいところは人が辞めませんからね。なので、探すのにね、苦労すると思います。なので、長距離と。で、長距離ならば30万以上は稼げます。はい。で、その中でも、バラ積みであったり、パレットものであったり、タンクローリーであったり、タンクローリーもですね、長距離の仕事は、ありますんでね。まあ、長距離は、もう船子さんにスライドになりました、視聴者さんの。気をつけて、行ってきてくださいね、もう船子さん。昨日もスライドになったんだけどな。はい、そういったところで、そうそう、モフネコさんがね、タンクローリー乗ってるんですよ。モフネコさんはね、そう、長距離ではないですけどね、まあ、たまに中距離なんかね、大分県の方にね、行ったりとかするらしいです。岡山方面も行くんかな。ちょっと、その辺はね、よくわかんないんですけれども、長崎だとか、なんか九州方面にもね、よく行かれるそうですよ。でも地場、ほとんど地場が多いんかな。ちょっとその辺はね、詳細は分かりませんけれども。で、そんな仕事もあるということです。で、なので、あなたがお金がいくら欲しいのかといったところですよね。で、自分は体力があってバラ積みでももうこの際何度もやるよと、バラ積みも本当にやりたくないけれどもまだ若いしバラでも頑張ってやりますと言うんであればね、会社を見つける枠は広がりますよね。もう長距離やりたいんだけれどもパレット輸送しかできないよ、もうバラ積みなんてやりたくないよと言うんであれば、ハードルはね、随分高くなると思います。なかなかね、見つけにくいと思います。それはね、あると思いますよ。あると思いますけれども、見つけにくいと思います。なぜならば、先ほども言いましたけれども、人は辞めないじゃないですか、そういうところはね。なので、どの辺で折れるかですよね。
で、接客が好き、人と触れ合うのが実は好きなんですよ。宅配の仕事がやってみたいんですよ。ああいう仕事をやってみたいんですよというんであればおすすめします。それはあなたには宅配の仕事が合ってると思います。長距離だとかね、タンクローリーとかダンプとか、そういったよりは宅配で一軒一軒家に行って綺麗な奥さんと話ができるとかなんかね、多分日中いらっしゃるであろう専業主婦の方とかいらっしゃるじゃないですかね。そういったとこはこんなこと言っちゃいけないんでしょうけれどもね、綺麗な奥さんも いるかもわからない。でもね、悪さはしちゃいけませんよ。悪さしたら一発でクビですよ。はい。なのでね、まあそんなね、そんな変な変態みたいな人はね、なかなかいないと思いますけれども、そういったね、人と触れ合う宅配とかの仕事はいいなと言うんであれば十分にあります。でそういった仕事の方が好きという人もね、いますからね、確かに。で、あとはですね、フォークリフトで自分で積んだり下ろしたり、そういった作業も自分は OK だよ、できるだよと言った人もね、そういった仕事もありますし、で自分はもう絶対バラはできないなというんであれば、タンクローリーの仕事をおすすめしますね。それはね、絶対バラありませんので、タンクローリーはタンクローリーでバラで下ろせてたら、それ液体とか粉末どうやって下ろすのといったところですよ。まあ粉末というのは普通ジェットパックとか言うんですけどね、 LP ガスとか、今ちょっと LP ガスのね、ローリーにスライドになりましたけれども、そういったお仕事もあります。で、資格がね、いらないタンクローリーもね、ありますので、で、資格がいるであれば、ガソリンとか灯油とかね、そういったガソリンスタンドに出入りするタンクローリー、これもちろん資格がいります。そういったLPガスとか、これは高圧ガスの免許がいりますね。なので、資格がないと乗れないローリーもね、ありますので。で、なくてもね、OK だよというところもね、ありますので。で、そういう会社に行きたい。そして、給料はこのぐらいですよと。で、あなたが納得するんであれば、で、そういう仕事を探されれば OK だと思います。なのでね、まずは自分がいくら欲しいかといったところですよね。例えばですよ。例えばの話ですけれども、もう40万以上は絶対欲しいと言うんであって、で、手締め手下ろしは嫌と。で、俺はダンプの仕事がいいと。タンクローリーの仕事がいいという人が仮にいたとするじゃないですか。そしたらものすごくハードルがね、高いですよ。日本全国探せばね、ダンプで月40万手取りあるとか、タンクローリーで手取り40万以上あるとか、そういった会社はね、あると思います。すごくたくさんあると思いますが、あなたの住む町にはないかもしれない。で、あってもですよ、あなたが入れないかもしれない。で、あまりですね、自分の要望ばっかりね言っててもね、それは仕事はねないと思います。これはね、仕事はないと思います。今うちの広島営業所とスライドになりました。はい、気をつけて行ってくださいませ。
はい、そういったところですけどね。なのでね、まあ仕事ってたくさんありますけれどもね。で、やはり皆さん、初心者の方がね、多いんでね、どういった仕事があるのかなと思いますけれども、本当にね、稼ごうと思うんであれば、特別な仕事ですよ。で、トラックの仕事って、給料がいいというイメージがあるじゃないですか。もちろんいいと思いますよ。もちろんいいと思います。他の仕事よりは稼げる仕事だと思います。ならばなぜ稼げるのかというのをね、考えたときに、特別な仕事だからですよ。で、運転技術もいる。で、やはり工場の中で、工場とかで、まあ、こう言っちゃなんだけれども、まあ普通のサラリーマンよりはきついです。仕事がね、もちろん仕事ね、きついです。気は楽ですけれどもね、きついです。で、いつどこで事故に遭うかもわからない。で、悪天候の時にはね、もうすごい渋滞したりとか、そんな中でもね、やっていくわけですよ。で、やっぱね、お金を弾まないと運転手集まらんわけですよ。なのでお給料がその一般のサラリーマンの仕事よりはいくらかはいいといった考えなんですよね。なのでね、楽して儲かる仕事ではありません。その分ほどね、きついんです。楽じゃないんです。なので私はよく言うように、この業界を舐めてもらっちゃ困るとね。で、本当のところ、学歴なんかいらないですよ。足し算引き算。世間一般常識がね、分かればね、誰でもできます。誰でもできるんですけれども、非常識な人はできませんよ。もう大型トラックにね、乗ったからって、運転席高いじゃないですか。で、乗用車なんかね、見下ろしますよ。こんな感じで。おいって、おい、なんじゃお前みたいな感じで見下ろしますよ。でもね、それは、決してあなたが強くなったんではありませんと。ただ荷台が高いだけで。自分がね、なんか殿様、王様みたいになった気分でね、乗って運転してると、ほんとね、大事故をね、しますよ。で、トラックに乗っただけでね、喧嘩強くなれませんよ。はい。なのでね、大きな車に乗ってね、ごくたまにいるんですけれども、行きがってね、運転する人いますけれども、お前なんか勘違いしょらせんかと。例えばね、軽4自動車、ボロクソの軽4自動車でね、ちんたらというか、まあ安全運転で走っている、人でもね、なんか、いやこいつ、くそうせえなと思って、なんか意地悪な運転して、ね。で、ところどころ来い。その軽音の人はね、ほんと、喧嘩で負けたことがない、すごい強い、65歳のおじさんかもしれないし、そんな人はね、いますからね、世の中にね。なので、トラックに乗っただけで、勘違いしそうですもんね、います。まあちょっと話、ずれましたけれどもね。なのでね、転職を考えている方はね、まずは、自分の給料がいくら欲しいのか、そして自分がどういった仕事ができるのかといったところです。で、中にはですね、いじめにあったとか、なんか人間関係うまくいかないで、もう一人作業の方、俺は好きだと。一人作業の方が俺はいいんだよと。言うんであれば、ほんと私がやっているような、この仕事。もうほんと人とね、会話することもないですね。今日荷物積みに行きましたけれども、挨拶はしますよ。目と目があってね、おはようございますと、今日もよろしくお願いしますと、
これだけですよこれだけですよ。2箇所目はね、2箇所目は誰にも会いませんね。まあまあ要するに運転手とまあ いつもしょっちゅういるんでね、まあ手をパッと上げるぐらいで会話しませんよ。まあそんなもんですわ。はい、なので喋らないと。で自分がそこに行って自分の荷物を勝手に積んで、でさあ出発だと。でいきなり喋り始めたのがこの動画といったところですね。ほんとね、気が楽ですよ。でこういった仕事もあるんですね。で長距離なんかでもほんと荷物を積んだりとか下ろしたりするときにはね、それはリフトマンとか事務所に行ってね、伝票とかね、送り状と言うんですけどね、それを出してね、一言二言喋ったりはするじゃないですか。どこで降ろすんですかねとか、どこで待っておけばいいですかとか、そんな感じでね。でもあとはほとんどね会話しないんでね。まあそうは言ってもね、コミュニケーションは必要ですよ。コミュニケーションはね、本当に一番コミュニケーションを大切にしないといけないのは、まあリフトの運転手ですね。偉そうにね、おい、ここ積んでくれ、あそこに積んでくれ、もうちょっと前積んでくれ、あれしてくれ、これしてくれ、じゃあね、リフトの運転手もね、この運転手生意気だなと思われるんでね、やっぱりこうやって積んでもらえますか、少し前でお願いします、少し後ろでお願いします、みたいな感じでね。やっぱりリフトマンでもお客さんですから、積んでもらうわけですからね、そこの荷物を積んでもらうわけですからね、お客さんなんでね、そういったことは忘れないようにと。まあそれはまあ世間の常識としてね、皆さんもお分かりいただけるだろうと思いますけれども、はい、そういったところです。まあまとめとしては、たくさんお給料がもらいたいんであれば、バラでも我慢して長距離運行の仕事をやると。でバラはやりたくないんであれば、それも会社と相談すればいいと思いますよ。もう自分はバラはできないんで、ね、バルトモンだけの仕事がやりたいと。それも面接の時にしっかりとね言えば、それでもいいよという会社はね採用してくれると思いますよ。いや、うちはねバラが半分ぐらいだからね、そのバラができないと言われる人はね採用できませんと言われれば、よし次行ってみようと、また探すしかないですよね。で仕事を選ぶ時に、自分に合わせるのか、自分にその仕事を合わせるのか、その仕事に自分を合わせるのか、どっちかですよね。自分がその仕事に合わせるんだったら、仕事はねたくさんあると思います。でも自分のこの性格、もうそれは嫌だあれは嫌だというんであれば、なかなかハードルはね高いですよ。なかなか仕事ねないと思いますよ。その辺はね十分覚悟された方がいいと思います。はい。で本当にバラができないんであれば、タンクローリーでダンプの仕事を探すと。その代わりそんな30万も40万円ももらえないという話ですね。で地場で、まあ、給料20万ぐらいでいいよ。そんな いらない、20万ぐらいでいいよと。8時から5時までの仕事と言うんであれば、もう一日中、5回から6回ぐらいね、倉庫から倉庫の、かわしというんですけどもね、そういった仕事もあります。特に清涼飲料水だとかね、そういった、製品ですけれども、まあ、倉庫から倉庫の横持ちだとかね、いった言い方もありますけれども、そんな仕事もあります。その代わり本当月給がね、月給が
20万とか19万とか18万円とか、それは仕方ないと思います。それぐらいの仕事なので、それぐらいの仕事量なので、高いお給金は望めませんといったところですよね。要するにきつい仕事をすればするほどお給金はいいと、で楽な仕事ほどお給金は良くないよという話ですよ。はい、そういったことをね、しっかりと頭の中に入れて運送業への転職を考えてみてください。そういったことでこの動画は終わりたいと思います。お役に立ったでしょうか。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録などよろしくお願いします。それでは皆さん、この後もご安全に。あ、最後にまた私の言葉足らずのところがありましたら、ベテランドライバーの、またこの業界を知り尽くしているあなたのアドバイスをよろしくお願いします。それではありがとうございました。ご安全にいってらっしゃい。